ネバガワ・ポルカ作品288は、ヨハン・シュトラウス2世が1864年の夏に、ロシアの秘書先のパブロフスクで作曲した、ポルカフランセーズである。1864年の夏に、ワルツオヨハン・シュトラウス2世が、ロシアの当時の首都であったサンクト・ペテルブルク氏を、干流する川の名前にちなんでネーミングした、作品であり、スペイン女王イザベル2世に検定された。 その音楽的及び文化的功績が認められて、女王からシュトラウス2世は勲章を授かりたまわっても、いる。曲中のトリオ部分では打楽器として、カスタネットが演奏に加わるのもこのポルカの音楽的、特徴、見どころの一つである。コーダ部分も、全楽器による壮麗なクライマックスを築き上げ、フェルマータを迎える。このポルカにはセンチメンタルなロシア音楽からの影響は、 薄いと言われるが、もしも仮にシュトラウスと同時大臣のロシア人作曲家チャイコフスキーが軽いタッチでポルカを一曲書いたならば、このような出来栄え及び音楽的内容に仕上げられた作品を残したかもしれない。また、このポルカのコーダ部分には、チャイコフスキーのバレエ音楽の一節を思わせもする、顕著なロシア風情緒、ムードが漂い聞き取れる。まさに、その街の雰囲気から、 北のベネツヤと呼ばれ運河の発達した西欧社会への窓とも形容される幻想的な水のとサンクトペテルブルクを貫流するネバ川の名称にふさわしい情景描写的内容がこのポルカをユニークで魅力ある作品へと形ならしめている。シュトラウス2世が作曲した多数のポルカ群の中でも当ポルカは 数少ないシュトラウス音言時代の創作上の優れた作例の一端を示すものである。ちなみに、新年恒例のウィーンフィルのニューイヤーコンサートでは、このポルカはこれまでに一度も取り上げられた過去がない。古い録音では、主にウィンナリートを膨大に量産した多作曲家でもあった指揮者、ロベルト・シュトルツが、ベルリン交響楽団を指揮してこのポルカの演奏音源を残し、 ドイツのバスフ社レーベルより、シュトラウス2世の大変に珍しいロシアの夏の滞在時代に相次いで誕生を見た作品のあれこれを修正した、サンクトペテルブルクのヨハン・シュトラウスというタイトルの2枚組の LP レコードが1973年頃にリリースされた過去があった。なお、このポルカの初版の似てよう、ピアノフの表紙絵には、船舶の行き交うネバ川沿いに面して立つ。 サンクトペテルブルクの東急の眺めが描かれている。ありがとうございます。